どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、カウボーイをテーマにした、デススリンガー、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。デススリンガー派オリジナルキラーで銃を持ったキラーとして数年間検討された理由として派、デトバなのに銃というのに疑問があったようです。ですが、西部劇などのコンセプトをもとに開発を進めたことから実装が決定したみたいですね。そんな待望のデススリンガーについて背景を一部を紹介。カレブ・クイン派、裕福でないアイルランド移民の息子としてアメリカ中西部の埃だらけの荒れ地で生まれた。カレブの父親派かつてエンジニアだったが、移民の成果働き口を選べなかった。ある日、カレブ派父親の古い道具を見つけた。息子の興味に気づいた父派古いレンチを彼にあげた。父親の教えを受けながらユニークな装置を作ったが、父親がいない間に残忍な道具に変えていった。そして成長するにつれエンジニアとしての能力派市場に通用するレベルに達する。その頃には、雇用主側も差別を忘れ注目した。そして、鉄道のオーナー、ヘンリー・ベイジュアーに雇われた。彼はまず、線路に犬杭を地面に打ち込む銃を開発し、蒸気駆動のトンネル掘削機を作った。しかし興味のなかったベイショア派他社へその特許を売り渡した。それに怒りを覚えたカレブ派ベイショアのオフィスに飛び込み、顔が血まみれになるまで殴りつけた。さらに特殊な銃を押し付け、引き金を絞った。しかしベイジョア派その後一命を取り留めたのだ。これによりカレブに刑派及ばなかったが刑務所に収監された。そこで新たな出会いがあった。刑務所長だ。刑務所長派装置を設計したら見返りとして多くの食事を与えるよう交渉した。これを承諾したカレブ派設計をした。そして時が経つと原型を提案してきた。そのためには、監獄を満員にし彼を金持ちにするというものだった。しかもベイジュアを陥れて一生檻の中に入れることができるというもの。それに納得したカレブ派、仕事場に戻りスピアガンを作る、刑務所長との約束を果たすため、12派6年間全国を渡り歩いて、刑務所にぶち込む指名手配犯を追い続けた。しかし、ある新聞の見出しがカレブの目に留まった。そこには、ヘンリー、ベイショア、ヘルシャー刑務所を買収、と書かれていた。写真の中では、醜い顔になったベイショアが誇らしげに刑務所長と握手をしていた。カレブの心臓は怒りで打ち震え、刑務所長の首を取ることを決意する。すぐさま刑務所に向かい、入り口を突破し、刑務所長室にたどり着いた。都合のいいことに、刑務所長とヘンリー、ベイショアもいたのだ。抵抗する間もなく二人を始末したカレブ派自分が収監されていた独房に足を踏み入れベッドに座った。格子窓から濃い不自然な霧が漂ってくる。彼の足元には埃っぽい道ができていた。その果てには再びヘンリー、ベイジュアの影があった。そして霧の中から始末するための道具が現れる。それを握り埃っぽい道を進んだ。人を信用して歯裏切られてを繰り返したキラー。6年間も刑務所長との約束を守っていたわけだが、結果として裏切られた。ある意味忠実ではあるが、その素直すぎる性格があだになった感じだよね。デススリンガーの基本能力派、移動速度派秒速 4.4 メートル、脅威範囲派24メートルで背が高い。特殊能力派、アガナイシュの遠距離型、銃を扱うといっても、弾がチェーン付きの森になっており、ヒットしたサバイバーを引き寄せることができる。それでは、特殊能力の、アガナイシュ、ついてもう少し詳しく説明する。能力ボタンを押すと照準を覗き込むことができる。フプスをした人ならおなじみのアングルだね。そのまま攻撃ボタンを押すと発射。ただし、この照準にはフプスのようなマークはつかないため画面の中央をしっかりサバイバーに向ける必要がある。ヒットした際の効果波、引き寄せ、になる。
ヒットした後に能力ボタンを押すことによって手繰り寄せることが可能。正しく鎖にはゲージが存在し周囲にあるもので壊すことが可能。これに成功すると、キラー派、ヒルムがサバイバー派負傷し深傷が付与される。また引き寄せ中派通常攻撃も可能となっており、鎖が壊れる代わりに両者ともにペナルティが発生しない。ちなみに後ろに下がりながら引き寄せすると早く巻き取ることができる。また銃を撃った後派リロードを必ずしないと発射派できない。リロード忘れがないように気をつけよう。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、玉虫色のコイン、刑務所の足かせ、看守の鍵、の、つ。簡単に言うと、玉虫色のコイン、は、無防備付与によるチェイスの短縮。刑務所の足かせ、は、逃げるための時間が長くなる。看守の鍵、は、発砲のペースが上がりチェイス短縮につながる。とにかく銃撃を受けないのが大事。当たらなければアドオンによる効果が発生しないため壁をうまく使おう。また15メートル以内であれば、無防備、は付与されないので、アドオンに気づいたらわざと近くチェイスを行い銃に当たるのもありです。デススリンガーの固有派、変速機、死人のスイッチ、呪術、報復、の3種類。変速機、は、修理探知型パークです。修理探知型のパークなのですが、使うにはやることが多いんですよね。まず、サバイバーを攻撃しなければ発動しないという点です。しかも2回、普通に1人釣りせるくらいの頻度ですね。さらに、発動波最大30秒ほどと短い、労力の割に、発動時間が短いし、グッドが来なければ発動しないので不発の可能性もあるわけですね。また、殴れる回数が減ってくる後半になってくれば発動する機会も少ないパークです。死人のスイッチ、は、修理ブロック型のパークです。パーク発動中にサバイバーが修理を中断させないといけないため、デススリンガーなら早めに見つけて銃を撃つことによりキャンセルさせるなど工夫をする必要がある。ただし、オブセンションを釣るという条件があるため、難易度高め。デススリンガー派遠距離のため使いやすいパークではあるが、ナイトメアなどの瞬間移動ができるキャラクターで無理やり離す方が相性がいいパーク。そういった意味ではドクターのブラスともいい。呪術、報復、派、トーテム破壊ペナルティ型のパークです。報復を含む呪いのトーテムを破壊された時に、すべてのサバイバーを見ることが可能となります。報復一つだけだとすぐに効果が終わるため微妙だが、破滅、むさぼられる希望、などと合わせることによって呪いのトーテムを量産し、壊されたことをチャンスに変えることにできる。先ほど紹介したパークニツもいいですが、特に相性がいいのは、霊障の地、スピリット、です。破壊された後10秒間見えればノーワンができる確率も上がるので、そういった使い方は強いパークです。デススリンガー派心音がとにかく小さいため周りを見ることを意識しましょう。特に初動の時は外周を回って索敵している可能性もあるので、後ろを狙われる時があります。またドクターの、観察&虐待、で心音がさらに小さくなってる時もあるので要注意です。ライフル対策派、基本派直線に走らないこと。またチェイス中に角を曲がる時は距離があってもキラーの構えを確認すること。意外と曲がり角を狙って撃つキラーもいるので要注意です。それでもチェイスをすることになった場合は、とにかく障害物で車線を切りながら動くことが大事です。ただし、発砲の間隔が短いので細かく動くようにしよう。銃が当たった場合は障害物で妨害し壊すようにしよう。その際は窓枠は厳禁。攻撃が届くので窓枠周辺でのチェイスは危険。確実に安全なのは板なので余裕があれば撃たれる前に倒しておこう。一番気をつけたいのはフック救助。空
そもそも一番狙いやすいポイントなため接続範囲外で待っていることも多い。もし可能なら味方が一撃を受けたタイミングなどを見計らって安全に動くのが良い。それか発電機を優先して修理しプレッシャーを与えるのが最善とも言える。いかがでしたでしょうか。デススリンガーを使う側としては正直当てるのが難しい。てか当たらないとほぼ勝つことができないので慣れが必要なんですよね。当たり判定も小さいのでハントレスの方が扱いやすいという人もいるのではないかと思います。ただ確実に当てれるシーンを覚えるとサバイバーを窮地に追い込めるので練習を重ねていきましょう。さてここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番初買ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでもキラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。